けいけないことがたくさんあるのに、体がだる思う。あ、どうもビアンカ人です。ビアンカ人とイズちゃんは、子育てが一区切りついたもんで、ね、今休憩しとるところ。あら、イズちゃん。イズちゃんどこ行っちゃうの？あれ？そんなわけで、今は、これも育児ルーム。これもう使わなくなっちゃった育児ルームで、イズちゃんとたむろっとるのが最近のビアンカ人のトレンド。そんなわけで、今日はビアンカ人が副音声担当だもんで、張り切っていくよ。はい、というわけで、今日は久々の副音声担当のビアンカ人です。ビアンカ人の子犬ちゃんだから、カメラに向かって来て考えねえ、あんた。今これビアンカ人の子犬ちゃん、ニコラくんと、イズちゃんの、これも可愛らしい兄弟、6匹おるよ。今もう合同で、新しい育児ルームでもう共同生活。まあ、こん中でみんなで、こうやって遊んだり、夕食食べたりして、毎日過ごしとるみたい。お外に出ることもあるんだけれども、今は、離乳食食べた後の休憩タイム。おいだもんね、ね、ゆっくり、ここで休憩しとったらいいわと思うんだけど、ここ、ニコラくん、あなた、もう、パパさんがカメラ構えとると、もうパパさんに飛びかかろうとしてばっかりおる、ニコラくん。体が大きいもんで、なかなか本気で遊べれないもんね、今は。まあ、こんな感じで、みんなでわちゃわちゃ過ごしとる。何あんたこれ。かわいらしいポーズで寝転ばって。ね、これもう注目してほしいんだけど、なんでかしら、イズちゃんの子犬ちゃんたち、ベッドじゃなくてこの端っちょ、ベッドの外に出て寝るのが、この子たち好きみたい。気がつくと、ニコラくんも混じって、まあ、ここの端っちょで、みんなで重ね合って寝とる。これはなんでこんなことになっとるのかは、謎。まあ、それにしてもみんな、すくすくと大きく育ってくれた。まあ、ニコラくんが先頭で、まあ、みんな、大きくなったね。イズちゃんの子犬ちゃんたち、ニコラくんと比べると、一回り、もうちょっとかな、二回りぐらいちっちゃいけども、これはニコラくん。あなたすぐカメラに飛びかかってばっかいて、もうパパさん、レンズについたあなたのよだれを拭くのが大変ってさっき嘆いとったよ。まあ、イズちゃんの子犬ちゃんたちも可愛らしい。もうちょっとしたら、お耳が立ちそう。もう最近は気がつくと片っぽだけ立っとるってことがあるけど、この動画を撮っとるときはまだ立ってません。でもこれね、大きなあくびして、こいちゃん。こいちゃん大きなあくびしとるけど、まあもうちょっとしたら耳も立って、まあニコラくんとも楽しく遊べそうだね。まあ、こういう風。みんなこんな風で、もうわちゃわちゃして、でカメラを構えると、まあニコラくんと、イズちゃんの、子犬ちゃんの青い芋の子がすぐ飛びかかってくる。今日はここまで。